何？缶詰はまずい。オルカも嫌い。侵食隊は一人で殺す。手助けなんていらない。行ってくる。死ね、飛んでいけ、殺す。やあやあ、死ね、汚れた侵食隊め。やあ、侵食隊は殺す。あ、傭兵のエディだ。これからの処遇について少し話がしたい。隊長だと？俺のような老いぼれに？手伝うことくらいは可能だ。ついて早々金の匂いがするな。今度はどんな仕事だ？経験談を聞かせろって？それ相応の対価をくれるんならいいだろう。まあ上は知る必要がない、下の者の仕事ってのがあるんだ。一発食らわすぞ。シロ。どうも社長、ジェシカです。特に条件はありませんが、仕事した分報酬はしっかりいただきます。私が隊長？ここは一般人に隊長を任せるの？副官くらいなら頑張りますけど。ちょうどいいところに来ましたね社長。悪い知らせとすごく悪い知らせ、どっちから聞きます？傭兵の仕事はうんざりです。でもできることがこれしかないので仕方ありません。最近の情勢を見てると、故郷で畑を耕してた方が楽なんじゃないかって思うんです。ロックンロール、遊ばせてもらうわよ。設置完了。設置完了。よう社長、チャーリーって呼んでくれ。俺たちで下儲けしようぜ。よし、男なら一度は隊長ってのもやってみなきゃな。副官、ボディーガードじゃなくて？やっと来たか社長。なんか意味わかんねえ言葉が行き交っててさ、頭が真っ白だぜ。こうなるって分かってたらもう少し節約しときゃよかったな。この生まれ持った筋肉が俺の自慢さ。俺の番か。はあ、蜂の巣にしてやる。これでも食らえ。